った時はもう家の中で台車持ってきて椅子を置いて、その上に覆いかぶさってもらってトイレに連れて行くって感じだったんです。だからもうこっちとしては早く良くなってほしいのと、いや耳それで聞くんやったら何もでもやったるみたいな感じでやってみたんですけど、実は1ヶ月でうちの主人それで6キロ痩せました。だからすごいダイエット効果もあるので、そこから私も正直耳つまってすごいんだなっていうのを発見して、私自身もリフトアップになるし、やってみたり、体感として自分で実験をしたり、耳って想像以上に目の疲れとか体とつながっているので、食育は2年3年かかることが、お耳はやっぱり一発で効果が出るので、そこもすごい魅力だと思います。やっぱり自律神経のバランス整えるには耳は一番手頃だと思うし、耳の効果ってやっぱりすごいじゃないですか。小顔効果もあるし、体調で改善するにもすごくやっぱり効果あるので、やっぱそういうことを理解してもらって、まあ私ができることなんか微々たるものかもしれないけれども、そういうことも発信しながらやっていけたらいいかなって今思ってます。